足別ダムは、北海道足別市、一級河川、石狩川、水系足別川に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、札幌開発建設部が管理する、国土交通省直轄ダムで、包み高22.8メートルの重力式、コンクリートダム。 育春別川総合開発事業の一環として建設された桂沢ダムに導水する目的で建設されたダムであり、国土交通省直轄ダムとしては珍しい治水機能を持たない多目的ダムである。ダムによってできた人造湖は足別湖と呼ばれる。戦後、石狩川水系における総合開発計画の第一弾として建設省により、 育春別川、足別川総合開発事業が立案され、育春別川に桂沢ダム、足別川に足別ダムを建設して、治水、利水を図ろうとした。これと、平行し、電源開発株式会社が、北海道における本格的な発電事業に乗り出し、育春別川、足別川を開発地点の一つにした。このため、桂沢、足別両ダムは、 国土交通省と電源開発の共同事業として現在に至っている。ダムは石狩川水系における国土交通省直轄ダムの中では最も小規模なダムである。灌溉上水道、発電が目的の利水専用多目的ダムで洪水調節機能を持たない国土交通省のダムとしては奈良県のサルヤダムとこのダムしかない。発電に関しては カツラザワダムキムンナムと総合的に運用し、連携して発電を行っている。足別ダムによってできた人造湖、足別湖は原生林に囲まれ静かに佇んでいる。だが、近年足別湖の大差が問題になっている。ダム湖の大差はで計算される。日本で大差が進行しているダムは、天竜川、黒部川東中央構造線付近に建設されたダムに集中しており、 上位10ダムは発電専用ダムである。発電専用の場合は、取水に支障がなければ大差は問題にしないが、治水が目的のダムである場合、大差は治水機能に支障を生じ問題になる。足物ダムの大差率は79.8%と、多目的ダムの中では最も高い。洪水調節機能を有していないが目的はあくまで、桂沢ダムへの導水であるため、 発言専用ダムと同様大差による問題はないと考えられている。ありがとうございます。